久保さん。久保さん。ちょっと名言というか、これいいんじゃないかなっていう言葉を生み出したんですけど、久保さんからちょっといただいて、よくコピペで稼げ、コピペで稼げますみたいな歌い文句あるじゃないですか。これ、思考をコピペすれば稼げるっていう、これいいんじゃないですか。これ久保さん稼げないですかね思考をコピペしたら、これ稼げる、まあその稼ぐ金額は上下あると思うんですけど、稼げると思いません思考をコピペするって、これ良くないですか 思考をコピペするっていう。これいいんじゃないですかね。うん。まあ、久保さんはね、コスプレみたいな感じでね、コスプレなりきるっていうところでありましたけど、あのー、考えてほしいんですけど、てか考えてほしいっていうか、うん、まあ、考えればわかるというか見ればわかるし、<laughs> 本当は年収300万円の人の考え方と、年収1億取ってる人の考え方って一緒ですかっていう話なんですよ。 でそもそもその考え方のベースというか思考のプロセスが違うんですよ。うん。だから、ここ、ここに気づかないといけないですよね。だから自分が例えば年収1000万、年収2000万、年収3000万とかね、今以上の多自由なライフスタイルを構築したいと思うんだったら、その自由なライフスタイルを構築してる人の考え方をコピペしないと、まずね、無理じゃないですか。 今の思考、今の考え方で、今の結果なわけじゃないですか。今の考え方、今の思考、今の受信力、今の、はい、ちょっと切れちゃいましたけど、えっ、ー、と、まあコピペしろってことですね。だから、まあなんだっけな。あのー、要は、まあ違うってことです。違いますよね、久保さん。一緒ですか久保さんの考え方と、年収200万の人の考え方って一緒ですか絶対違いますよね。<laughs> どう考えても違いますよね。 まあ、共通ポイントはあったにせよ、多分ベース違うと思うんですよ。うん。違いますよね。一緒ですか <laughs> 一緒じゃないですよね <laughs>。うん。逆に言うとね、これ、ね、一緒じゃないからこそ商品が売れたりするんですよ。一緒じゃないからこそ、あ、そういう考え方、そういう言葉の使い方、そういうものの解釈の仕方があるんだっていうところで、このノ脳編集のこの動画でもものが売れるんですよ。 全くノー編集でしょ ?BGM もないし、何もないですよ。それでも商品売れるわけですよ。うん、だから、あのー、そういうことなんです。だからか考え方を変えて、その考え方を変えた発信をすれば、そこに、あの、興味を持ってもらえる人が出てきますので、でも逆に言うと、あのー、同じ考え方を言ってても共感を得られるんで稼げないことはないんですよ。 アクセスを稼ぐとかね。お金を稼ぐってことはでき、あの、発信すればそこから生まれるので、あの、なんだろうな。思考を変えないと稼げないかって言われるとそうでもない部分はあるんですけども、変えた方がいいですね。うん。<laughs> うん、変えないと、だから変えないと YouTube も発信できないんじゃないですか。 今の考え方だと、いや、顔出ししたくないな、バレたくないな、いや、でも動画撮るの嫌だなっていう考え方でできますか多分その考え方も変えないとちょっと難しいですよね。<laughs> こんな私に価値があるかな話しても大丈夫かな編集してないと大丈夫かなみたいな考え方で動画アップロードし続けられますか多分結構難しいですよね。だからその YouTube で発信するっていうことに関しても考え方をある程度変えていかないと発信ができないのかなっていうところもありますし。だとりあえず変えろってことですね。 ま、帰るにはコピペしろってことで、ね、思考をコピペしろと言ってらっしゃい。